MLB のトレード期限は7月30日に終了し、ドジャースはチーム強化のためにいくつかの取引を行いました。しかし、これらの補強は長期的な効果をもたらしませんでした。注目すべき点の一つは、デトロイトタイガースからジャック・フラハティを獲得したことです。しかし、フラハティはタリク・スクバルやギャレット・クロシのような噂されていたスター選手ではありませんでした。オレンジカウンティレジスター誌のビル・プランケットによれば、 フラハティはトレードされた投手の中で最も良い投手であるものの大きな違いを生むには不十分でした。ロサンゼルスタイムズのディラン・ヘルナンデスはこの取引をシングルヒットと表現しチームが期待していたホームランではなかったと述べています。ドジャースがトップスターを獲得できなかった理由の一つは競争の激しいトレード市場によるものです。ポストシーズンに進出するチーム数が増えたため多くのチームがまだチャンスを持っており選手を寄りたがらなかったのです。 例えば、菊池雄星がヒューストン・アストロズに移籍した取引は衝撃的で、アストロズは菊池を得るために3人の若手有望選手を交換する必要がありました。ドジャースの編成本部長、アンドリュー・フリードマンは現実的に評価し、高すぎる取引には参加しないことを決定しました。彼はかつて FA 選手に対して完全に合理的にアプローチすると競争では3番手になると述べました。 これはリスクを受け入れて価格を上げなければ、ドジャースは他のチームと競争できないことを意味します。デイブ・ロバース監督もフラハティの獲得について、現時点での選択肢の中で、我々のチームは非常によくやったと思うと語っています。フラハティは今季18試合に先発し、7勝5敗、防御率2.95という、かなり良い成績を収めました。しかし、過去数年間の成績はあまり印象的ではなく、昨シーズンはボルチモア・オリオールズの主力から外されました。 6月25日時点で、ドジャースには11人の投手が負傷者リストに入っていました。ゴンソリン、カーショー、メイなどの選手は昨年の手術から回復しなければなりませんでした。アンドリュー・フリードマンはこの状況を予見し、シーズン中のトレードで補強を計画しました。ドジャースを追いかけるパドレスも2人のトップピッチャーを獲得しました。まず、フロリダ・マーリンズからタナースコットを獲得しました。彼は今季、防御率1.18。 18セーブという印象的な成績を収めています。多くの情報によれば、ドジャースもスコットを獲得しようとしましたが、成功しませんでした。スコットがパドレスのブルペンに加わることで、スコットと現在のクローザーである、ロベルトスアレスとの強力なコンビが誕生しました。それだけでなく、タンパベイレーズからジェイソン・アダムも獲得しました。彼も防御率2.49という成績を持っています。パドレスの編成本部長である AJ、AJ プレラーは、強力な補強で知られており、 今シーズンも例外ではありません。シーズンが始まる直前に、パドレスはホワイトソックスからディランシーズを獲得し、5月には2年連続首位打者のルイス・アラエスを追加しました。この成功は主に、パドレスがマイナーリーグの有望な若手選手を躊躇せずに交換することから来ています。近年、パドレスの戦略は成功とは言えませんが、シーズン最後の2ヶ月に全力を尽くすことは、ドジャースにとって大きな脅威です。パドレスが若手の才能を育てていたら、 このチームは非常に手強い対戦相手になっていたでしょう。しかし、強力な補強にもかかわらず、フレラー体制下のパドレスの成績はあまり印象的ではありません。2014年に彼が就任して以来、チームはポストシーズンに2回しか進出しておらず、2022年に NLCS に進出したのは1回だけです。フレラーが交換した多くの若手才能が現在 MLB の大物スター選手となっており、 トレーターナー、マックス・フリード、エマニュエル・クラセ、ジョシュア・ネーラーなどが含まれます。多くの専門家は、プレラーがもっと辛抱強く若手選手を育てていれば、パドレスはより強いチームになっていたと考えています。パドレス担当のデニス・リン記者は、今年チームがポストシーズンに進出できなければ、プレラー編成本部長は解雇されるかもしれないと言います。彼のトレード活動が観客動員を増やしたものの、成績の欠如が彼の能力に大きな疑問を投げかけています。 現在、ドジャースのチームは大きな課題に直面しています。重要な選手の中で、ムーキー・ベッツは6月から骨折のためチームを離れています。フレディ・フリーマンも息子のマキシマス君が感染症で入院したためチームを離れなければなりませんでした。フレディ・フリーマンがいつチームに戻れるかはまだ不明です。さらに、マックス・マンシー、ミゲル・ロハス、クリス・テイラーも負傷者リストに入っています。 投手陣に関しても、ドジャースは山本義信、ウォーカー・ビューラー、ボビー・ミラーがかけています。このような状況で、ランドン・ナック、ジャスティン・ロブレスキ、リバー・ライアンなどの若手選手がチームに加わり、彼らは良いパフォーマンスを見せました。しかし、彼らの経験は限られており、ポストシーズンの試合で任せるのは難しいです。ブルペンも問題を抱えており、クローザーのエヴァン・フィリップスが不調で、勝利の方程式が崩れています。 最近の13試合で、ドジャースは5点以上のリードを3回も守りきれませんでした。30日の試合で打たれた選手の一人、ブレイクトレイネンは、この5年間、ドジャースのブルペンは常にトップクラスでしたが、現在は困難に直面しており、私もその一員ですと語りました。この困難な状況の中、ドジャースは7月29日にトミー・エドマンやアメドロ・サリオなどの選手を補強しました。 エドマンは多彩な選手で多くのポジションを守ることができ、2021年にゴールドグラブ賞を受賞しました。しかし、今シーズンは手首の手術と6月末の足首の怪我のため、試合には出場していません。 ロサリオも多彩な選手で、昨シーズンのトレードで、ドジャースに移籍しました。7月30日、ドジャースは、さらにゴールドグラブ賞を4回受賞した、ケビン・キーア・マイヤーと、速球 98-99MPH を投げる、マイケル・コペックを補強しましたが、彼は、防御率4.74で、請求に問題があります。ドジャースは、常に冷静なチーム編成を維持し、価値のない取引を行いません。彼らは、大物スターを獲得できませんでしたが、必要な補強を行いました。 これにより、主力選手が負傷している中で、チームは最適な選手を試し、見つけることができます。ドジャースのブランドン・ゴームス GM は、私たちは多くの選択肢を試し、その後、監督やコーチと話し合って、誰を残すか決定したいと述べました。ワールドシリーズの優勝チームは、一つだけなので、プレイオフで負けることは、普通のことです。補強戦略の成功は、負傷した選手が復帰し、若手選手が活躍できるかにかかっています。 作党、ドジャースはかなり成功したトレードシーズンを過ごしました。ドジャースは大谷だけでなく山本とも契約しました。彼らはまたタイラー・グラスノーと5年間1億3500万ドルの大型契約を結びました。この動きで彼らは冬の FA 市場のチャンピオンになりましたが、勝利を期待するプレッシャーもロバーツ監督にかかります。多くの専門家は作党の補強は非常に成功したため、ワールドシリーズで優勝できなければ、その責任は監督にあると考えています。 ドジャースは将来有望な選手スクバルとの取引も成立しませんでした。ドジャースは努力しましたが、最終的にタイガースはスクバルを保持し、オリオールズはこの取引で常に有利とみなされていました。オリオールズは MLB で最高の育成システムを持っており、1位にランクインしていますが、ドジャースは8位です。スター選手を獲得する際、タイガースは多くの有望選手を要求し、オリオールズの育成システムが強力であるため、有利になります。 ドジャースには現在、多くの選手が、類似のポジションでプレーできるため、チーム内での競争が生まれます。セカンドベースを守れる選手が、8人、サードベースが6人、ショートストップの経験者が7人、センターが3人と、チームには多くの選択肢があります。負傷した選手や、フリーマンが戻ってくれば、状況は変わるでしょう。しかし、投手の使い方が、チームの展開に大きく影響します。重要なのは、主要な投手を選ぶことです。 ロバース監督は、コペック、ハニーウェルを試したり、フラーキを使ったりすることができます。フラーキは、長いイニングを投げると怪我をしやすいですが、クローザーとしては良い選択かもしれません。8月3日時点で、ドジャースの成績は、63勝47敗ですが、パドレスやダイヤモンドバックスとの競争は、非常に激しいです。ドジャースは、2位のパドレスに、4.5ゲーム差をつけています。現在の指導者とコーチの役割は、非常に重要です。 8月はドジャースにとって決定的な時期と予想されています。パドレスは最近の試合で敗れましたが8月の対戦相手はドジャースほど強くありません。ダイヤモンドバックスも好調で驚きをもたらすかもしれません。ドジャースはこれらの課題を克服して自分たちの位置を守る必要があります。ロバーズ監督のリーダーシップと選手の効果的な活用がシーズン終盤の成功を決定づけます。正しい決定を下さなければドジャースは首位の座を失い、 ポストシーズンで遠くまで進むのが難しくなるかもしれません。パドレスや他のチームとの激しい競争の中で、ドジャースは自分たちの能力を証明し、主位の座を守り、今シーズンで遠くまで進むために、良い結果を出す必要があります。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。